先ほど、インターネットニュースで松野官房長官に聞きました。警察官として松野さんも来ましたって。多分、蟻野台や東蟻野台のその老朽化した家屋を撮影していた時に対応に最初に、一番最初に一人目として出てきてくれたのが松野さんだったんじゃないですか。顔、だいぶ変わって、てますね。ソロだったとするので、あれはわからないですよ。ちょっと比較のしようがないので、僕より正直若く見えましたね。あ、舛添さんも違う名前で、だからもう名前変えるルールなしにしないと。裁判所の判決でも。もうそれ最高裁で決めた方がいい。そうじゃなかったら無理やわ。本当のことがわからんすぎて。さっきインターネット記事からの動画のニュースで、これ、ここでいろいろ、僕とこの人たちや、途中でまあ松野さんの映像とか流れて、音声、応答しています。で、もうみんな手に負えない。この社会も誰が上行っても無理や。で、淡井圭介がちょっと感情的に怒って言うと、先ほどの防衛副大臣の人はアホって聞かされてますね。だから怒るなっていう方が無理なんだと思いますよ。もう状況によっては喜怒哀楽人間あるから怒ること絶対あると思うよって、本当は俺もそうだからって。ちょっと怒った言い方ですよ。はっきり言って警察官日々受付で被害者の相手で怒った言い方しますよ。で、重要なのは、それ、だが家の中を撮影してる連中がどう見えるか、淡井圭介が、ね、副大臣とかに怒ってものいいよっていうふうに受け止めた人間とかが、これ理由に精神病院入れてしまえって、これで隠蔽できるって。だったんじゃないの。もしくは、淡井圭介がどういう立場の人間かっていうことをしっかりと分かってない人間。あと、春山整骨院がどういうところだったかっていうところをしっかりと分かってなかった人間。そもそも2003年に一回建物解体されてる。判例に背いた即逮捕や。で、それ以外の判例でも住宅密集地に人が多数出入りするような建物を建てたらダメだっていうことになってる。二つの判例に背いてる。で、さらにもっと気をつけなきゃならないのは、何かあるごとに車ですぐに春山整骨院で集まってきてる連中は。その時点で生き方間違えてるっていうことに気がついてない。カラスと同じや。だからかーって言い始めたんちゃうか。原油の残存量問題、石油の奪い合いで第一次世界大戦も第二次世界大戦も開催されてる。開催って言ったらあかんか。言葉もおかしいな。戦争が始まってる。石油の奪い合い、ガスとかの。それがない世界なんかもう今更無理だって。急に元の生活なんか戻られへんって。ただただ占領することを考えていた。話が全部つながる。だから AI から見たらアメリカの原発2発投下っていうものが完全に違法行為だと。花が手向けられていたから本当にいなくなってたんだと思いますよ。もうこんなにフェイクニュースマジで2003年でしょう。9.11、確か2003年だったと思います。違うか。
9.11 の話が2003年のナルトのエッサンスリゾートホテルで話されていたから、あれ何年や本当のところ。もし発生する前に淡井圭介たちに声を届けられてるとしたら、その時のイタリアンレストランの一緒に働いていた人の名前で高田っていう人もがそれを言っていったのかな。高田さんかな、誰だろう、他誰だろう。何人かやっぱり早めに出勤してきて、で、ちょっと時間があるからあれこれ喋ってる、その時間に向こうも聞かされていたのかな。けども、最終的に言いますけども、モニターなしでもつながります。過去と未来が同じや。モニターでつながってる時点で仕組み分かってたら簡単に分かることや。カメラにレンズなんかもともとなしで、映像なんか採取できる、音声も音を発することもできる。2種類あるか分からない、電波で脳へのアクセスと音の振動。音の振動でもちろん聞こえるっていうのもある。分からない、こんなこと。ちょっと待てよ。途中で出ていた議員、テレビに出ていたサマーズの片割れの人間だったんちゃうんか。無理やぞ。片一方の人間平気で性加害しようが。大江真理子や。自転車。大江真理子は泣きそうになりながら、本当に結婚できなくなったらどうしてくれるんですかって。なんであんな奴が議員に選ばれたのに。偽名使えるから。議員だったとするのであればな、松方弘樹に関しては昔おろしたやろ。あいつ議員として紛れ込んどったやろ。本名違うやろ、松方弘樹じゃないやろ。この間この辺の建築で業務スーパー築20年ほどでもう一回取り壊して大きな業務スーパーに作り替えよったぞ。で、そこの建築現場の監督とか言うとったぞ。あいつ死んだことになっと。あいつもともと議員や。それか政府の公務員や。何か書類を持って発表しとった。行ったり来たりしとんちゃうか。もうそいつは、そいつのエロ現場、もう何かで見と。ただもう分からへん。 AI で日本シリーズでリクエストのリプレイ検証、コンピューターが即座に AI 加工しよう。ヘルメットが追いタッチで、まるでタッチしてグローブが当たってるかのようにヘルメットが動いた時の映像と動いてない映像2種類放送しよう。こういうことも発生してるから、とにかくもう地元の球団だけに行ってくれ。もうややこしくなるから、いろんなチーム行ったり来たりすると。その糸井さんの方が言い出したんよ。音声としては聞こえてる、ヘルメットが動いたって。電波での脳へのアクセスではっきり言うよ。スライディングしに行ってる選手に肩回しの追いタッチキャッチしてから追いつくわけがない。
肩の可動域柔らかいとか柔らかくないとかそういう問題じゃない。スライディングスローモーションで見とうから遅く感じるだけや。普通に走っとる時の映像を見てみろ。ものすごいスピードでスライディングしとるぞ。あんなもん追い立つでどうにかできるわけないやろ。髪の毛染めとる人間なんか現場出してあかん言うたやろ。あっちでは現場出してもええっていうことになってる。あっちって誰やねん。誰やねん。あっちは人じゃないぞ。昔からや。審判団が多い。リプレイ検証の映像で AI がすぐに映像加工してくるって。解説席が一段高い。ふざけんなよ。嘘言った人間の負けや。競技の真実や。見てみろ、エネルギーの残存量もない。河川水門外式ダム発電も地下水流トンネル発電もかまど発電も誰も実行できてないぞ。実行できたかできてないかで物事見なあかんねん。舛添さんらしき人は違う名前だったわけ。ですかの時マスクしていて、多分目元だけだけども、後からやっぱりそのまでは分からへん。一応名前、あ、いや、一応途中で気がついて、舛添さんですかって聞いたら、いや、何々ですって全然違う名前言われる。全員どちらが本当の名前だと思う。嘘を言って公務員降りたっていうことを。罰金。仕事降りれる降りられないじゃないって。罰金やって。もともと仕事降りるなんか本人の自由や。職業選択の自由ぐらい日本国憲法にある。労働の義務、わけのわからんその日本国憲法すぐに消せ。余計な仕事ばっかりできよ。パチンコ屋、もともといらんよ。カジノ、いらんよ。エネルギーの残存量問題の方が上や。ちゃーんと立憲民主党の泉さんが言ってくれと、国会で。総理、給付ではございませんかと。来年の4月から絶対に、テレビでも放送もありましたけども、今のところ予定だけども、ニュースでも放送しました。ガソリンとかに関する補助金は一切省くと。その代わり給付。それで節約した者勝ちにせんかったら無理や。エネルギーの消費なんか抑えられん。我が天下とか戦国部でそういうこと言ってる。本当に芸能人無理やって。特に芸能人、芸人とかでテレビ出てた人間、もう選挙出るな。社会むちゃくちゃになるわ。お前ら側の勢力っていうのはアホは多すぎる。普段からお前らどんな会話しとってん。普通あんなことせえへんぞ。あのサマーズの髪の毛黒かった方、あいつもともとエロ業界でやっとった人間ちゃうんか。もう一回テレビ局合併せ。いろんな番組いらんか。国会議員がついてる。それこそその番組すぐなくさなか。本当のことだけ記録してな。YouTube でいつでも見れるようにして、それが YouTube 一覧表、誰かが作らなか。それはそいつらが自分の罪を正々堂々と認めることや。で、あとあの
速度に、ただ今ひたすらに AI の能力が高すぎるから、コンピューター、スーパーコンピューターの、正直言うよ、エロ業界のあの映像って実際人間はしてないかもしれん。コンピューターの AI で作ったものを多分混ざり込んでるんじゃないの。するやろ、実証実験。それが科学分野のあいつらの狂った考え方や。違う。人口はめちゃくちゃ少ないのに、高いビルを建てる必要はない。ずっと作ってる。そこで何をしようと思ってた。昔からや。あんまりこれ言いたくないけども、テレビ出ていた人は悪い人。この一言でくくれんように、淡井圭介の同級生とかがテレビで活躍できるようにもしてったんじゃないの。ただしそれ、淡井圭介がほとんどの日遊ばないで頑張っていたから、みんな良い曲とか作れてたんじゃないの。なんかその絵変だと思いません？グレイの皆さんもそうですけど、ラルクアンセルの皆さんも。いや、もう音楽業界なんか大抵の人間はそうだから、音声、まあけどどちらかというとエシロンか。なんかシリっていう変な名前でそのワードが出てきてるだけで、エシロンの方が本当は正式名称なのかもしれない。だけど2つ知っておく方が良いような気がする。その事実を一般的に出回ってるのがシリの方だから。コンピューター、目の前のパソコンがすぐに目の前にいる人間のことを確認のためなのか何なのか、こちらの考えている内容に反応して動作が動く遅くなったりしてる。全てのパソコンはそうや。じゃあ全てのパソコンが AI 搭載されてるっていうことなんじゃないの。今もこちらの口の動きがちょっとバレたっていう動きになりかけてきたから、それでもわかる。違う。事実確認ができない人間は無理やな。天皇陛下とかはその人の言ってることが本当だって言ってるのは、彼の言ってることが本当だって言ってることは、そいつは認められへんのやろ。病院に入れて金稼ぎしようとしてた。北新ビルの調剤薬局から人がだいぶいなくなってた時あるやろ。あれが本当の姿や、この世の中の。医療業界への金ながら止めろ。もうお前ら悪いことした後やって、そんな方法で給料得るわけないやろって。逆やって、国庫に金返納せえや。髪の毛染めたやつらばっかりになった。いらんよ、髪の毛染めたやつは全員辞めさせたらいい。それでちょうど仕事の調整ができる。そう、なぜ国というものが、行政というものが存在するのに、エロ業界、インターネット上のエロ業界、なぜ取り締まることができない。どうなってる？あるよ。漫画喫茶はこの辺も潰したけど、大川駅の伝えも潰したよ。
ゲオもええよ。いいラインやもう。6本何回か持っていってるからね。見せたよ。警報。覚悟あってのことやろ。昔もそのあたりにツタやったよ。ゲオの近くに。JEA の近くや。小さいよ、めちゃくちゃ。今のギオより狭かったんちゃうかな。この辺り、やっぱり医療業界やろ。ちょっと他のこと確認する。